未曾有の被害をもたらした東日本大震災から5年、大きな被害を受けた釜石市は悲しみを乗り越えながら着実に復興への歩みを進めています。今回のハロー東海は、復興する釜石市と震災直後から支援に乗り出した東海市の活動を紹介します。震災によって大きな被害を受けた釜石市に、いち早く支援に乗り出した東海市。釜石市からの要請を受けて、第1次に続き第2次救援物資輸送では、保存食やカセットボンベなどの市の備蓄品や、新たに購入した紙おむつやトイレットペーパー、乾電池などおよそ20品目が用意されました。さらに様々な団体から送られた救援物資が4トントラック4台に積み込まれました。衣類なども市民から届けられ、ボランティアの皆さんが仕分け作業をしました。親戚もおりますので、まあ、うちの身内は全員命は助かったんですけれども、他の方々が困って見えると思うので、直接はできないなと思ってるんですけれども、こういう形で支援ができればなと思って持ってまいりました。第3次救援物資輸送では、海からの支援も行われ、日頃東海市を支えていただいている皆さんの思いが釜石市へ届けられました。また物資だけでなく、職員も派遣され、避難所での物資の配分や災害対策本部の広報支援などに従事しました。震災から5年、町は整備され新しい施設も完成しています。津波で壊滅的な被害を受けた沿岸部は、水門や防波堤の工事が進み、市場には魚が戻ってきました。新たな施設として情報交流センターが完成。センター内には市民の憩いの場としてミフィーカフェなどがオープンしました。三陸最大の規模を誇る大型商業施設では、従業員が市内から多く採用され、釜石市の企業も出店しています。平成27年6月には、明治日本の産業革命遺産として釜石市内にある橋の鉄鉱山、橋の航路跡が世界遺産に認定され、注目を集めています。さらに明るいニュースとして、ラグビーワールドカップの会場に釜石市が選ばれました。一方、東海市では震災直後だけでなく、継続して交流や支援が行われてきました。東海商業高校の文化祭では、釜石市の特産品が販売されました。本浜公園で行われた東海秋祭りでは、釜石市の特産品の販売のほか、募金活動や寄せ書きが行われ、多くの市民の釜石市を思う心が集まりました。観光物産プラザでは、釜石市の特産品コーナーが常設され、釜石ラスクやお酒などが販売されています。多くの市民団体も釜石市へ支援を続けています。布小物やアクセサリー、木工雑貨やフラワーアレンジなど、手作りの小物が並ぶイベントでは、売上金の一部が釜石市へ寄付されています。
私自身は東北の方に身内がいるとかそういうわけでもないんですけど、東海市に住んでる方結構釜石出身の方が多いと聞きまして、で震災後に、恥ずかしいんですけど東海市が釜石市と姉妹都市を結んでるってことを知りまして、呼びかけることによって皆さんがいつまでも震災のことを思い出してこう何かしようっていう気持ちになっていただければいいなと思ってますので、そうですね、頑張ります。平成24年には息の長い継続的な支援を行うため、市民から募った寄付金などで構成される東海市スクラム釜石復興支援基金が設立されました。これらの寄付金は小学校への遊具の設置や釜石市ラグビー子ども未来基金などに使わせていただいています。7月に鈴木敦夫市長が釜石市を訪れ、野田釜石市長に目録を手渡しました。平成28年1月から2月にかけて、東海市芸術劇場で復興の力強さを絵画に込めた作品展が行われました。この作品は鍵屋中学校美術部の生徒が釜石市の印象や情景を描いたものです。鍵屋中学校では輝く学校づくり事業の一環として心の交流をテーマに、平成25年度から釜石市を訪れています。平成27年度は美術部員が平田仮設住宅で対策会が絆を共同制作し心の交流をしました。東海市の市の花の蘭っていう花で、こっちが釜石市の市の花の浜ゆりっていう花で、ここで強い絆が感じられると思います。市内の洋菓子店では釜石市を応援するスイーツが開発されました。これは釜石応援スイーツプロジェクトと呼ばれるもので、釜石市の特産品菓子柿を使った新しいスイーツを市内の洋菓子店が販売し、その売り上げの一部を釜石市に寄付するものです。実際私も足を運ばせていただいて現地を見させていただいて、もう言葉にならない思いと、こちらからも何か力添えができることがあればと思って、ロールケーキのイベントとかもさせてもらったんですが、子どもたちが変わらずに元気な笑顔を見せてくれたっていうので、その力強さも感じて、何かの支えになれるんだったら今後も取り組んでいきたいですし、本当に現地の方に頑張っていただきたいなっていう思いだけですね。岩手の山川、高らかに響く歌声。第88回選抜高校野球大会に出場を決めた釜石高校野球部の皆さんです。合宿を行うため2月に東海市を訪れました。個人だけじゃなくてチーム全体で何をしなければいけないのかっていうのを第一に考えていて、であとはやっぱり試合になると本当にチームで勝ち上がるっていうチームなので、みんな嬉しいですし、強豪校、大阪桐蔭さんだったり、やっぱりそういうところでやってみたいって思いが強くて、本当に昔釜石市にも、新日鉄として栄えてたっていうのを、やっぱりその時に、東海市さんにいろいろ釜石の人々が移ったっていうことも聞いてますし、本当にこの合宿来てからもすごい応援されてて、やっぱり甲子園ではまずは1勝して本当にそういう応援してくださる方々に届けたいなって思います。なお今回の釜石復興と東海市の支援については、広報東海3月1日号にも特集が組まれています。ぜひそちらもご覧ください。釜石市と共に進めてきた復興支援、これからも息の長い支援や交流を通してさらに深い絆を築いていきます。